二代目、段つば燕田昭和10年7月6日は、江戸の落語家。本名は、町田銀次郎。柴中門前の法医や、島や九兵衛の子で成果が没落し、上州前橋の親戚の家に預けられる。その前橋へ、前から知っていた、噺家、夕鈴と、左湯の二人が興行にやってきた。仕事もなく遊んでいた、銀次郎、根が好きな道だけに、 誘われたことを良い口実に炎尺などと勝手に名乗っていた、後に、初代快楽亭ブラックの一座で快楽を名乗り、地方回りをする、東京に戻った後に二代目、金五郎子さんの門で、柳屋子三座、さらに師匠小三が、柳家金五郎を名乗り、弟子の初代、柳屋子三次が三代目、柳屋子三襲名して、小三次が開いたため、二代目小三次を名乗った。 その後1897年に、講演し、1901年2月に、初代め枝の一周期に、竜帝め枝を襲名し、1904年12月に、帝王男修郎と改め、二代目男修郎め枝となった。人情話を得意とした。落語は面白くなかったが聞く人が聞けば、誠に、結構な芸だったという。下屋西町に住んでいたことから、 西町の御前と呼ばれた。1934年3月11日に、雪の杖道遠人に譲り蹴りと引退の句を残し、日本橋クラブで引退工業を行った。その後は、下屋道法町に芸者屋の御隠居のみになり隠居した。単独症で亡くなった。実の長男が、歌舞伎役者の中村豊門と言い,い、その妹が、前身座創立者三代目。 中村勘右衛門の妻。弟子には五代目、春風亭流行、六代目、林家昭蔵、四代目三昭家勝次郎、三代目、立川理官、入仙埋蔵、三代目、竜亭燕枝、漫才に転向したリーガルセントラがいる。ありがとうございます。